はい、こんにちは、田尻彩子です。この動画では自分で自分の魅力を消してしまう行動3つについてお話をしていきたいと思います。で、今日の話はめちゃくちゃ重要だと思ってて、例えばこの3つの行動をしてしまうことでですね、恋愛がうまくいかなくなったりとか、あとはもちろんビジネスにですね影響したりとか、全ての人間関係においてですね、この自分の魅力っていうのはめちゃくちゃ大事だと思うので、ぜひ3つのポイント聞いていってください。で、まず1つ目なんですけれども、自分の魅力を消してしまう行動、一つ目は自分で自分を大切に扱わないっていうことなんですよ。で、特に恋愛関係とかで相手の人にですね、いつも大切にされないとかですね、いつも自分よりも友達を優先されるとか、中には暴力を振るわれるとか、約束を破られるっていう人はですね、結構自分で自分を大切に扱ってない人が多いんじゃないかなと思います。で、これなんで魅力を消してしまうかっていうとですね、結局自分のことを後回しにしてしまったりとかですね、あとは自分の欲求に対して素直に従わなかったりとか、自分よりも人を大切にするっていうのはですね、日本人の美徳であったりはするんですけれども、これ潜在的にはですね、この自分を大切にしないで相手に譲るっていうことを繰り返していくと、相手にとっては潜在的には、あ、この人は大切に扱わなくてもいい人なんだっていうですね、非言語の認識を繰り返し与えてしまうことになるんですよ。で、もちろん人を大切にするっていうのは大事なんですが、自分を大切にした上で人を大切にするっていうふうにしてもらうと、こういう認識は伝わらないんですね。あくまで自分が我慢してとか、自分を一番最後にして、で、相手ばかりを優先させて、で、それをし続けると。で、これどうしても自分に自信がない人とかですね、自己肯定感が低い人とかはついやっちゃいがちな行動なんですけれども、これやることで、要は相手にとってはこの人は大切に扱わなくていい人なんだっていうふうな認識をしていくので、結果的にまた大切に扱われなくなって、で、自分の自己肯定感がまたさらに下がってしまうということなんですね。で、自分を大切に扱わないっていうことは、それだけの価値がないっていう風に映ってしまうので、魅力的に映らなくなってくるんですよ。なので逆に自分のこととか、自分の思ってることとかを伝えたり、自分のやりたいことを主張したりとかですね、自分自身を大切に大切に扱ってる人は周りから見ても魅力的に見えます。そして2つ目なんですけれども、人に合わせようとして自分の欠点をなくしていこうとしてしまう人ですね。もちろん自分の欠点、例えば仕事をしててですね、で、その仕事に対して自分の特徴が合わないとマイナスになってる場合っていうのは改善する必要があります。例えば私は性格的にすごくのんびりしてるので、動作も遅いし喋るのも遅かったりします。で、飲食店とかでですね、で、早く注文を取って早く料理をテーブルに運ばないといけないとか、そういう仕事に就いたとしたら、その求められてる状態に自分を持っていくことですね、合わせることは必要だと思うんですけれども、ここではですね、例えば自分の特徴が人に嫌われたからといって、その特徴自体をなくしてしまうっていうことですね。例えば私がのんびりしてる性格だったとして、で、相手がですね、あなたが動作が遅いからイライラするとか、喋り方が遅いから早く喋ってくださいって言われたとします。じゃあ、あ、そうかって、喋り方遅いと嫌われるんだなと思って、で、わざとこう早く喋るようにこうしたとしたらですね、どんなことが起こるのかっていうと、そのですね、イライラしてた人は私に対してイライラしなくなるから、嫌われてた人に嫌われなくはなると。まあ、嫌われてた人から普通ですね、まあ普通程度に思われるようになるっていう感じです。ただここで問題なのが、中にはですね、のんびりしてる私がいいと思ってる人もいるわけですよ。実際に過去あったことなんですけれども、幼稚園バスを待ってたお母さんですね、朝会話をして、その会話の別れ際に、あ、よかったって、のんびりした人と話ができてなんかほっとしたって言ってくれたんですよ。で、なぜかっていうと、その方の職場はですね、結構こう気が強くてチャキチャキしてせかせかした人が多くて、割とですね、こう怒られることが多かったらしいんですね。で、そこに行くのが気が重かったと。で、そういう人たちのところに行く中で、のんびりしたタイプの私と話ができて、朝からホッとできたって言ってくださったんですよね。つまりこの私の特徴をなくしてしまったらどうなるかっていうと、本来
好きになってくれるはずの人が好きになってくれなくなるっていうことなんです。つまり相手に合わせて自分の欠点をなくすっていうのは特徴をなくすっていうことにもなりかねないんですよね。で、特徴のない人ってどうですかっていうと、みんな好きでも嫌いでもないと思うんですよ。つまり魅力がなくなってしまうっていうことなんですね。で、自分のその特徴っていうのがいい方に転べば長所になる、魅力になるし、悪い方に転べば欠点になるっていうことなんですよ。なので自分の特徴が欠点に転んでるようだったら、それをですね調整するのはいいと思うんですけど、自分自身の生まれ持った特徴っていうのは絶対になくさないでくださいねっていうふうに、私自分のですねSNS 集客のスクールの生徒さんに言ってます。なんでかっていうと、ファンができなくなるからなんです。特徴がないと、もう本当に無味無臭の普通の人だったらですね、ファンもできないわけなんですよ。ビジネスで成功もできないので、なので、人に何か言われたからって言って自分の欠点をなくして、同時に特徴もなくしてる人っていうのは魅力がどんどんなくなっていきますよっていうことになります。はい、もう自分の特徴はなくさないと、その代わり場にそぐわないような行動っていうのは調整していくと。私だったら、まあ仕事上で急ぐ場面があるんだったらそちらに合わせるということ、でもベースの特徴はなくさないっていうことです。そして3つ目のポイントなんですけれども、すぐに謝る人ですね。もちろん自分が悪い場面では謝らないといけないですよ。明らかに自分に非があって、で自分が相手に迷惑かけたとか、これはちゃんと謝ってもらう必要があるんですけれども、結構ですね謝らなくていいところで謝る人っていると思うんですよ。で、実は私自分がこうだったんですよね。私めちゃくちゃ自己肯定感低かったんで、おどおどしてて、で何かあったら相手が悪くても自分が悪いと思ってしまう人だったんですよ。なのですぐに謝ってしまうんですよ。でもこのすぐに謝るとかおどおどするっていう特徴を持ってるとですね、実は相手をイライラさせます。で、これですね、本田健さんのユダヤ人大富豪の教えっていう本のですね、こう再びアメリカ編っていう本をですね見てもらったら、これめちゃくちゃ面白いと思うんですけれども、人間関係のマトリックスってあって4つのタイプに分かれるって書いてあるんですよね。興味ある人は読んでみてください。で、いじめっ子タイプといじめられっ子タイプっているわけですよ。で、私完全にいじめられっ子タイプの人間なんですよね。で、このいじめられっ子タイプっていうのが、この本ではポジティブ依存って表現されてるんですけど、このタイプの人ってですね、ビクビクおどおどしてすぐ謝るんですよ。そしたらその対極にいるネガティブ、自立家の人っていうのはこうイライラしだすんですね。で、実はこのいじめられっ子タイプっていうのは場面によってはこのネガティブ自立っていうですね、イライラするタイプに変わる可能性もあるんですけど、すぐに謝ってるおどおどしてると相手にイライラさせてしまったりとかすることがあるんですよね。なので、いじめられっ子タイプ、私みたいなですね、イライラされた経験があるとか、で、例えば、そう、イライラする人にですね、何か責められて、で、自分なりにはちゃんと理由があるのに、頭が真っ白になって説明できなくなってしまうとかがですね、私も実際にあって、この本にも書かれてるんですけど、で、そういう人はですね、逆に、謝らないとか、堂々とするっていう風にしてるといいと思います。で、これですね、要は、まあ、ビクビクしたりとか、自信なさそうにするとですね、これ魅力が落ちてしまうんですよね。逆に、これ女性でも男性でも両方なんですけど、自信満々の人って、すごく魅力的に見えるんですよ。で、皆さんの周りでも見たことないでしょうか。こうすごくですねモテる男性で、でそういう人って大体もう堂々としてる人が多いと思うんです。で、モテる女性でですね、でお付き合いする人が途切れなかった知り合いとかいたんですけど、でその方は特別に容姿がいいっていうことではなかったんですけど、明らかに自分のことが好きなのが分かってて、で堂々としてるっていう特徴があったんですよね。これ男女ともにビクビクして自信なさそうにすると魅力半減して、自信持ってると魅力的に見えます。で、この自信っていうのは本当に振りでいいです。最初は自信なくても、自信がある自分だったらどんな表情でどんな立ち振る舞いでどんな発言をするだろうかっていう意識を持って、で短い時間でいいので振りから始めてみてください。そしたら後からついてきます。人間って自分の例えばこう姿勢とか自分の表情とかですね、自分の話す言葉とか自分の姿勢とか自分の表情に騙される生き物なので、最初は自信がなかったとしても、この自信があるふりをしていくとですね、
だんだんその自信がある状態に引っ張られていきます。なのでこのですね3つ目のまっすぐ謝るとかおどおどする、要は自信がないなさそうな人っていうのは魅力が半減してしまいますよっていうことになります。ということで自分で自分の魅力を消してしまう、行動3つでした。自分を大切に扱わないということ、自分の欠点をなくして人に合わせようとしすぎること、そしてすぐに謝ったりおどおどすることでした。でこの動画が役に立ちましたらぜひいいねチャンネル登録をお願いします。見ていただいてありがとうございました。